はい、皆さんこんにちは。はじめましての人、はじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンのドラゴンファンタジー2ということで、本日も一緒に楽しく冒険していきましょう。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では行きますね。はい、前回ですね、ザンデがいるクリスタルタワーですね、クリスタルタワーに行ってきて、ちょっと中の様子をね探ってきたんですが、敵がちょっと強かったので、まあ戻ってきた、レベル上げて帰ってきたっていうところで終わってましたよね。うん、はーい。じゃあ今回はですね、クリスタルタワーをまあ頑張って攻略しましょうまあ攻略できるかどうかわかんないですけど、うん、ダメージねめちゃくちゃね、なんだかんだで受けるんでね、防具が欲しいんですけどね。うん、で今日なんかね、すっごいパソコンの調子が悪かったんですけど、まああのタスクマネージャーってあるじゃないですか。であれを起動してると常にハードディスクのアクセスが 100% で、めっちゃくちゃあの処理落ちしまくってましたね、パソコンが。うん、でまあ、このドラゴンファンタジー起動するのもちょっとできないぐらいのね、状況だったんですけど、なんかインターネットでね、裏で何かしらダウンロードされてるのかわかんないですけど、やっぱネットのね全部オフにしたらね、100% じゃなくなったので、この辺がちょっと怖いですよねまあそれが Windows のアップデートなのか何なのかちょっとわかんないですけど、まあ、そういうのがね、なんかこう知らない間になんか勝手に行われていて、パソコンが重くなって作業できないとかっていうのがね、ちょっと困りますよね。まあ、多分ね、そういうのって基本最新の状況に合わせてやってると思うんで、やっぱ古いパソコンだとね、それが対応できてないっていうか、そういうのことにもなりかねないのでね。はい、ちょっとジタンの HP が早くも結構苦しい状態になってますけど、はい、じゃあクリスタルタワーね着きましたのでね、いきますよ。前回は多分2回か3回ぐらいまでは行ったと思うんですけどね。まあここの敵がね強いんですよね。これドラゴンとかめちゃくちゃ多分強いんじゃないかなと。あ、ドラゴンこれ効くかな。あ、効くあ、強いな。うわー、この全体攻撃はきつい。そしたら、あー、アーロンさんはやっぱ強いよね。あとはユーナがね打撃が全然通らないんで、ここはクリフトでもいいかな。まあユーナがねちょっといる意味がちょっと ないというか前回はどうしてもあのイフリートが相手だったんでね、あの氷系の魔法が使える人がいないといけなかったんですけど、今回は別にそういうわけでもないんで、まあ自体もね全体攻撃ですけど、単体だとそんなにダメージは出られないんでね、こういうなんとこがねちょっと落ちるんですよね攻撃が。アーロンさんはねめちゃくちゃ強いんで。まあだからジタンにもアシュラを買ってあげればね、かなりいいんじゃないかと。おっと、ユーナが、うわ、ユーナ HP 低いなホイミで回復して、でここを登って、あ、これでね、何でしたっけ、ダンジョンから出れるアイテムを持ってなかったら結構きついですよねはい、じゃあ敵はねなるべく倒していってレベルを上げながらいきましょう。うん、いや
打撃が痛い、打撃が痛い。アーロンぐらい体力があればね、ユーナも耐えられるんですけどね。上の道で、あ、そうそう、上の道でこうやって行って、あ、違う違う、こっち側に宝があったんですよ。それを前回取り忘れてたので。うわー、出た。人食いさ、あー、でもまあ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 、ダメージ結構ね、当てれるようになりましたね、なんだかんだで。いやー、でも受ける火ダメージがねでかいんですよ。うわー、強いな、アーロン。アーロンがやるとここほんときついっす。あー、これティーダークリフトかな。クリフト連れてきてもいいかもね。まあ、それか薬草とかね、アモールの水を買いまくっていくかですよね。アモールの水あ、じゃないとちょっと苦しいですね。まあ、これはラミアから落としましょう。ラミアで、ユーナは、あー、ユーナキムラに聞くかな。あー、いいね、聞いた聞いた。じゃあ、アーロンさんもキムラ落として、あとはもう通常攻撃でいきましょう。はい、オッケーオッケー。いいね、お金ね、お金がね、あ、1400か、だいぶ溜まってきましたね。まあ、5000ゴールドぐらい欲しいですけどね。ホイミ。サーベルとりあえず1体落として。どうしような、サーベル行こうか。うわ、痛い。で、アーロンさんはこっちの強いやつ落とし、あ、落とせないか。オッケーオッケー。まあ、あとはもう3体で行きましょう。ほい。いいね、この組み合わせは経験値結構大きいでね、多くもらえるんでね。あ、なんだかんだで、みんなもうちょっとで上がるかな。っていうか、アーロンアーロンなんか必要経験値少ないな。左か。でね、またちょっと新しいゲームを実況用にと思って買ったんですけど、それがですね、オンライン専用ゲームで、うわ、やばい、毒になってる。あ、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、アーロン。じゃあ、道具でまず、アーロン回復させて、あ、しまったな、ジタンは攻撃すればよかったかな。そしたら、キアリーして、で、ミヤパンサー攻撃して、そうだから、オンライン専用のゲームで、できれば、うおー、痛いできればオフラインでやりたいんですよね、ゲームってね。そしたら道具でいやー、強いな。薬草がすでにかなり使いってしまった状態になってしまったので、これはまたね、帰らないといけないですね。レベル15ぐらいにならないときついのか、ここは。いやー、これは、あれですね。うわー、召喚使ってもいいかな。あー、痛い。やばいぞ。うわ、これは、ガリュー使おう。アーロンのこのガリューがね、すごい強いんですよね。逆にだから、アーロン以外ね、あんまダメージが当てられないんでね。だってユーナがベホイミ使ったら16ぐらい消費しちゃうんでね。で、ここで一旦セーブして、テントも買っていった方がいいかもね、そういう意味合いではね。
ここで一旦その回復させるっていう意味合いでテントがないと。あ、これは正規ルートか。じゃあこっちかな、こっち行ってみましょうか。ちょっと、あ、いいねいいね。うわ、また強そうなの来たな。はい、じゃあこっちへ。ガリュー使うか、召喚行こうか。召喚芝行こう。おー、危ない危ない。さすがアーロンさん、そんな誘惑には乗らんぞと。いいね。あ、でも芝あんま効かなかったね。お、アーロンレベル12。うわ、アーロンすごい強くなるね。アーロンそろそろ200いくんじゃない HP。 あ、まだか。エンカウント率が高い。そしてジタンの HP が低い。まずいね。これで一手落とせたらいいんですけどね、落とせないんですよね。芝、アーロンが狙い撃ちされてる。アーロン、まあこれで落とせるは落とせるんですけどね、 MP が、いやー痛い、いや痛いね。テント欲しいね。アモールの水、これはありがたいですね。いや、水をちょっとアーロンさん使おうか。ちょ、あ、魔法の聖水なんてあんだ。魔法の聖水いいですね。それがもし普通に買えるんだったらもうバンバン使っていきたい。あ、メダル、てかそこどうやっていくの。多分上から降り、落ちちゃうパターン。いやー、このパターンか。またこれはまたアーロンさんの我流に頼りたいね。なー、こうなってきたらあんまテリオの存在意義がないんですよね。うん、全体攻撃が使えるキャラがね、いた方がいいんですけどね、もう一人ぐらいね。ブーメラン装備できる人ね。誰かいないかな、ブーメラン装備できる人、もう一人ぐらい。あ、マジカルスカートだって。何これ。あ、ユーナだよね、使えるの。うおー、やば、めっちゃ強くなるよ、マジカルスカート。いいね。これどうやって取るんだ?ユーナね、そんな言うほどダメージ受けてないんでね。あ、戻ってきたぞ。うわ、また。まあ頑張るか。アーロンの、もうこれはもう水流にしよう。いいね。アーロンの我流でいくか、ユーナの芝でいくか。あー、言うなクソ。ラミア落とせないか。あー、ジタンマシュラかな。ジタンレベル13、いいね。あ、言うなレベル12。ルカなんか、これビビ呼んだ方がいいかな。左右2つは道は違ったんで、こっちが正規ルートですよね。ビビ呼んだらね、もっと強力な攻撃魔法覚えてくれそうですよね。うわ、ミスか。テリオンが前提魔法覚えてほしいな。あー、ガリュー使うか。いや、やめとこう。ちょっとも頑張って戻そうね。いやー強い、いいですね。これでなんか覚えてほしいな。あ、何にも覚えないか、テリオンさん。ルーラぐらい覚えてほしいな。とりあえずジタン回復してユーナも回復しようか。ねえ、ルール覚えてほしいな。
そこはいけなかったから、おっと待てよ、もうここでボスか。まずい、まずいか、もしかしてボス臭いですよね。あー、ちょっとこの能力値で挑むのは厳しいのでちょっとね、あれでも絶対どっか隠し通路ありますよね。ちょっと道具を町に戻って買い溜めてから来ましょうか。あとメンバーもちょっと考えたいですよね。じゃあ我流でちょっと早々に落としましょう、こいつはね。アーロンは確定なんでね、メンバーとして。ああ、鋼鉄の剣か。ドラクエのキャラクターがね、ちょっと、制裁を欠いてるというか。まあ、ここでテント使えば、まあ、って感じですよね。そしたらこっちから隠し通路がないか、頑張って調べましょう。これでも一体一体落としていった方がいいのかな。じゃあキメラを落とせないんで、まあこれでとりあえずダメージだけ当てといて、でアーロンさんがまあ後ろ行って落としてもらいましょう、アーロンさんに。であとはまあ通常攻撃で、ね、落としましょう。ほい、うわ、で、これでいきましょう。はい、じゃあ、あの宝箱がどうにかしていけないか。この先怪しいよね。ああ、ないか。どうやって行くんだ、あれ。あの右端から行くのか。ぽいよね。あっちの、この右端の、あっこが実は繋がってるってパターンですよ、絶対に。うわあ、強いの来たな、また。我流使うか。まあ召喚でもいいんですけど、ああ誰か一人ぐらい落ちそうだな。我流、よし、いいぞ。ラミアのティアラ、なんだこれ、ルーナかな。ラミアのティアラ、うわてかリューナ以外も装備できる。あ、できないね。リューナだけ異常に強くなった。あ、魔力もしかも上がったぞ。いいんじゃないですか。じゃあリューナのフォーミがもう50ぐらい回復するようになりましたね。よし、ではここでしょう。ほら来た、フレームタン。いやいいんじゃないですか、これテリオンさん。はい100になりましたよー、いいね、フレームターン。ミスリルソード誰か装備できないか、できないか。アシュラ、あー、アロンさんにちょっと近づいてきたね。アシュラでも36だけど100超えしてるとアロンがやっぱ強いってことですよね。そしたらちょっと一旦思い出の鈴で出て、そして翼使いましょうか、キメラのね。でメル軌道に戻って、ほい、でここでちょっとアイテムをね買いましょう。ミスリルソードは下がるんで、アシュラね、この36をブーメラン27ですもんね。これをジタンが持つかどうかですね。ジタンの今の攻撃力を見ると何もないと51なんですよね。つまり87にしかならないってことですもんね、攻撃力的に。微妙だなアシュラ装備してもそんな強くなんないですね、ジタンね。ミスリル黒28ですもんね。
どうしような、ジタンをどうしようかってとこですよね。魔封じの杖ね。まあこれがあって、ちょっとセーブしまして、で道具の方を買いましょうか。また薬草を10個買いましょう。そして、アモールの水も、まあ、2個ぐらい買っておきましょうか。でキメラを2個、思い出も2個、テントを2個買っておきましょうか。まあこれぐらいあったら大丈夫でしょうね。で防具屋さんは右下でしたよね。じゃあここで防具を買いましょう。ミスリル、ミスリルベスト、魔法の方位は下がる、ヘルム上がる。いやー、ミスリルヘルムを2つ買っとく。まあでもベストですよね。ベストかメイルか。まあメイルを1個買っときましょうか。そしたらね、そしてちょっとじゃあテリオンが装備して、ミスリルメイル、あ63か。鋼鉄の鎧、ジタンか。ジタン守備力やばいな。ジタンの守備力はやばすぎる。でもジタンをね連れてくるかっていうとね、ちょっと微妙なんですよね今ね。パーティー編成ということで、ジタンくんが78-35ですもんね。他の人的には、ビビもレベル9か。ティーダ。ティーダも53しかないか、攻撃力。まあレベル差がね、できちゃったんでね、メンバーと。もう13ですよ、だって。まあ、もうこのメンバーで行くしかないですよね。ちょっとティーダ入れとく。ちょっと、これでちょっと行きますか。ティーダにミスリルを持たして、63か。これ鋼鉄にして、ちょっとティーダのレベルも上げつつ、またちょっとお金稼いできますね。全体攻撃もねしたいですけど、ブリッツ、時空、あリジェネが使えるか。あティーダなかなかいいじゃないですか。うわ強い。まあユーナはね、まあほぼ攻撃は期待できないんでね。そうですよね。で回復と攻撃を兼ねるんだったらグリフトなんですけどね。いやーここはね難しいですね。まあザンデでいいんですよね。ザンデがどんな攻撃してくるかにもよりますよね。とりあえずテリオンとティーダ、テリオンとティーダの2人で、まあ、1体落とすって感じ。まあテリオンだったら、まあ、1人で、まあ、倒せるんで、ね、まあ、ティーダがそれなりに強くなってくれればいいんですけど、レベルが上がってね。T で足は装備できないかな。あプリンさん、あこれはいいんじゃないか。あそうか、こんなことが起きてしまうのか。そうしたらもう芝使うしかないよね。
あ、まあまあ、アーロンさんにやってもらうっていうのも。あ、そうか、宿に泊まってないのか。しまった。うわ、すごいダメージ当たった。強いな。カトン。カトン。誰が使えるんだ。エッジとか仲間になるのかな。ここまで来てあれですけど、うん、ちょっとルーラー、ああ、いいね。ティーダがいると非常に助かりますね、ルーラーが使えるから。じゃあ、宿に泊まって、もう一回行きましょうかね。はい、では宿屋に泊まりましたので、もう一回向かいますね。クリスタルタワーね。まあ、これで、ティーダの攻撃力はね、まあ、決まりでもいいんですけどね。あ、強い。まあ、ユーナに、その魔法使いのね、別の杖装備させてあげてもいいですけどね。ここはね、難しいですね、パーティーの選び方がね。キマリにしたら、キマリが多分剣が装備できないと思うんで、あのミスリルの槍ですね、槍がどれぐらいの強さかにもよりますよね。結局全体攻撃しても残りね、1回で落とせないんで、だったら、あ、ストップか。時空の魔法使うことあるかな。しかもティーダが完全にこう物理攻撃キャラですからね。あ、こういう時に全体攻撃があれば嬉しいですけどね。まあでも上2人がそんなにダメージ受けないんでね、やっぱ守備力大事っすよね。いや、強い強い強い、テリオンが強くなったぞ急に。アモールの水、よし。それじゃあまた、もうザンデのいる場所は分かったんでね、まあ、ザンデに挑戦してもいいんですけどね、別に。815ゴールドか、まあ、ミスリの盾が買えるぐらいになりましたね。あ、これですよ、この時に勝てるかどうかですよね。いや、厳しいな、これは。でも、この場合はでも、縛りどうか。テントあるしね。あと、アーロンさんか。いや、ティーダの HP が低いな。よしよしよし。でも、ま、魔術系のアイテムが結構手に入ったってことは、ユーナは来るの前提で作られてるって考えてもいいですよね。ここ上がって、左の、左に行ってって感じですよね。全部左を選べばいいって感じですよね。ちょ、何やってんだよ、ティーダ。あー、強い。まあまあ、それなりにね、ユーナも当てられるんで。じゃあ、アーロンさん、これで一撃落として。毒消し。3個か。毒消し。で、これで、あ、落とせないか。あ、50以上あるのか、HP。よし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 。ティーダは、あと200ぐらいか。うわー、テリオンと、あ、アーロンも上がりそうだね。アーロン、ユーナがそろそろ上がりそうだね。いやー、あと6、7、6、7回ぐらい戦闘すれば。いやー、全体攻撃ができない辛さが、ここで。
了解。痛い。どうしような。ティータ大丈夫か？ティータやばいぞ。仕方がないな。やるしかない。もう結局アーロンさん頼みだね。ああ。まあこの剣を売って売ってお金儲けしろと。でここ上がってで上に行って左側回っていくんだよね。この塔はちょっと難易度が高いというか、うん、やばい、なんだ火に対する耐性があるのか、きついね、今全然当たらなかったですもんね。うわー、ユーナーが危ないぞ。フレームターン最強説がやば、あ、やばいぞ。そしたら白魔法のホイミを使ってあげましょう。うわあ、ティーダも危ない。そしたらドラゴンが出てきた時はあれなんですね、水流切りかなんかしないとダメってことですよね、テリオンは。そんなあれか、きついな。ティーダ意外に足が速いんですね。うん、アーロンがねもうちょっと足が速かったらいいですけど。来い、あ、追加なしか。このウェアパンサーぐらいが一番楽でいいんですけどね、戦闘が。いや、ティーダの消費が激しい。まだ HP100 超えてないですからね。そしたらどうしような、ティーダのレベルティーダのレベル8じゃきついっすね、さすがに。やっぱあの人連れてくるべきだったかな、ジタン。ジタンで来るべきだったかな。アーロン、あんま毒効かないのかな。ティーダが結局どうかな。能力値的に67か78ぐらいでしたよね、確かジターの攻撃力って。そこ超えるかな、超えないかなってぐらいですもんね。あ、ルーラのこと考えたらね、ジターンは入れといてもいいかなって気はしますけど。召喚芝いな。おい、ここでもうちょい全力で戦って、まあ、MP 空にするまで戦ってで帰りましょうかね。あ、リレミとティーダティーダティーダ、なんていうやつなんだ君は。ティーダがますますこう外せないキャラになってきたな。リレミトとルーラか、完全にティーダが勇者でいいんじゃないっていうぐらいのポジションになりましたね。そしたら魔法剣で水流切りをぶち込みましょう。ドラゴン、どうだ、53か。うわー、痛いな。ザンデがどれぐらいの強さかっていうのはね、わかんないですもんね、まだね。よし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 、経験値おいしいぞ。ちょっと記録してまたちょっとレベル上げましょう。
なんかこの辺り隠し通路とかないですかね。ブリッツ、ソフィアシュートとか打ってみる？ラミアに打ってみる？あんま強くないね。どのみち召喚でね、全滅させられるんでね。とか召喚がないとかなり苦しいですよね。そういう意味合いでは。え？あ、よかった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 。誘惑が入ったかと思って。女性キャラに効かないって感じなんですかね。いや、いいね。お金が美味しいぞ。お金が美味しいぞ。1500か。そろそろ上がりそうですね。あんまりね、お金は美味しいですけど、道具に結局使っちゃうんでね。防具は揃えたいんですけど、だから2、3000円ぐらいをちょっと多めに稼いで帰らないとね。で、召喚芝と。あと 6回ぐらいは戦闘できそうですね。芝使って。で、アーロンも戦闘するんでね、まあもうちょいできるかな。8回ぐらいはいけそうかな。残ったか1体。よしよしよし。あ、ユーナ。どうだユーナ。あ、キアリク。キアリク。マヒナ押すやつでしたっけ。あ、もうエスナでよくない覚えるの。あ、召喚はどっかで多分、召喚獣捕まえてこないと覚えないんでしょうかね、多分。会いたいな。もう一体落としに行きましょう。いや、アーロンさん強いな。アーロンテリオンだよね、次上がるの多分。あとどれぐらい？あ、そうか、アーロン上がったところだったのか。ティーダかな？次、ティーダとテリオンが上がれば、ちょっと帰ろうかな。いや、来た。ベノムショット入るかな？あ、毒、いいね、毒入ったね。じゃあ、これは、水流切りして、で、召喚の芝使いの、うわー、痛いな。ドラゴンが一番強いかも。オッケーオッケー。ティーダだけこのレベルの低さだったら、ちょっと苦しいよね。とね、ザンデと戦うのも。そして薬草。お金が1800か。まあ、アシュラを買うか。まあ、防具ですけどね、先に買うのは。ミスリルの盾とかね。魔法剣。まあ、人食いを一体落として。まあ、ユーナが戦ってもね、どのうちこのアーロンの我流でいけるんでね。これで落としましょう。よし、翼。よし、頑張ってレベル上げますよ。体か。で、じゃあ召喚の芝でやっちゃいましょう。いや、痛いな。アーロンさん毒受けないかと思ったら毒受けてんな。しかも結構毒のダメージが痛い。オッケー。テリオン上がったよ、レベル14に。ベホイミー、ベホイミールーラとか覚えてくんないかな、本当に。
そしたらティーダがじゃあリレミト使いましょうか。ティーダがリレミト使って、そしてティーダがルーラでメルキオに戻ります。いや、ティーダ様様ですわ、本当に。で、ティーダアシュラは装備できんのかな。あ、できないか。魔封じの杖を買うかどうかですよね。プラス22。あ、ブーメラン装備できるぞ、ティーダ。なんだ、この人すごい万能じゃないですか。ティーダ。あ、ティーダいいね。では、ミスリルのメイルかベストか。メイルを1個買っときましょうか。で、盾を1個買っ、盾が12、ヘルムも12、盾って誰も持ってないですよね、今んとこ。じゃあ、盾を1個買って、で、ミスリルシールド。わじゃあミスリルメールはじゃあティーダー行こうか。そうで、じゃあミスリルの盾あったらかなりあれですね、チートできますね。でアイテム買うお金がなくなっちゃったんで、いやでやだけは止まりますよね。オッケーオッケーオッケー、これでいけんじゃないかな。あとアイテムをしこたま買えるだけのお金をね、頑張って貯めて、で、残念のとこ行きましょうかね。さすがにちょっと薬草とかも足らないんでね、このまま行くのはきつい。あ、そうか、ブーメラン。ね、ティーダがブーメランを装備するっていう。あれで、ね、ブーメラン装備するってかなり、高取りますよね。いや、このね、単純なレベル上げがね、意外に楽しいんですよね。じゃ装備で、じゃあティーダは、あれ？あ、そうか、自体に持たせたままになったのか。よし、じゃあ一回町に帰って、で、パーティー編成で、ティーダとジタンを入れ替えましょうか。ジタンも素早さ50、これでじゃあジタンからブーメランをもらいましょう。ブーメランを外して、で、パーティー編成でティーダを入れまーす。はい、いいんじゃないですか。これでティーダをブーメランを持たせて、66もあるし、なんだかんだね、やっぱ攻撃力高いね、ティーダね。はい、じゃあアイテム稼ぎに行きますよ。多分このメンバーで行くのが一番いいんじゃないですかね、あそこはね。まあ、ティーダのところを、まあ、決まりとかする人もいるかもしれないですけど、まあ、ルーラとリレミトのことを考えたら、ね、このメンバーで行くのがいいんじゃないかなと。もう、HP がね、みんな100超えてるんでね。ティーダ以外はね、だいぶ強くなったんじゃないですかね、これね、本当に。まあ、私的にはザンデはすごい強いと予想してるので、まあ、できる限りの準備をしてから行きたいなっていうね、状況でして、レベルを上げるっていうのもね、一つの準備ですし、まあ、あとはお金貯めて装備を整えるっていうのも一つの準備ですよね。
や、ブーメランありがたいな。けど、ジタンよりも当てれるダメージが少ない気がしますね。なんとなくですけど、素早さ依存なのかなっていう気がしますよね。そうでもないか。でも装備整ったらダメージ少なくなりましたね、受けるダメージがね。あ、グラビレだってやば。あ、鋼鉄の剣か。鋼鉄の剣ちょっと売りまくりましょう。アラティーダがかなりの成長を見せてますよ。グラビレでも HP を半分にするとかそんな感じかな。全体にいけるか、グラビレ。全体無理か。一体だけか。あ、やっぱ半分当てるだけか。54か、キメラの HP は。あんまいらないかな。これでバッていったら2体は落とせるよね。あれ、一体だけか落としたの。いいね。防具が強くなってから気ダメージがめちゃくちゃ減ってかなり楽になりましたよ。これはあれですね、あの武器防具ゲーですね。レベルどんだけ上げてもやっぱ装備が整ってないと多分先に行けないタイプのゲームですね、これは。どうしような。召喚使っちゃう。まあ、お金集めみたいなところがあるんでね、今回は召喚で一気にやっちゃいましょう。おい、いいね、いいね。そしたら道具はね、使うのもあれなんで、アテリオンのおいミューティーだとジューナにしてあげましょう。きたー、こいつらですよ、ドラゴン。ドラゴンが結構大変ですよね。これは水流切りで、で、シガを撃つと。で、アーロンさんは、地味に攻撃をすると。どのみちこれで倒れるんでね。あ、残ったか、一体。オッケーオッケー。この組み合わせは50ポイントもらえるんでね、なんだかんだで、小入れはいいですよね。強いけど。お金的には今は400か。盾もう一個、もう2つぐらい買えるぐらいのお金欲しいですけどね。まあそんなに多分そこまでしなくても多分大丈夫だと思うので。あと1レベルぐらいみんな上がってお金も貯まって道具をたくさん買えれば乗り込みましょうかね。ベホイミとか覚えてるんでね、そんなに多分苦労することはないと思うんですけど、まあイフリートの剣もあるんでね。すごいね、ボスだっけはすごい強くしてあるっていうパターンがね、十二分にありうるんで、さすがにグラビデが効くとは思わないですけど、ボスに効いたら嬉しいなって感じですけどね。あ、痛い。アーロンさん、アーロンさんの MP も上がってきたんでね、ガリーもね、7回ぐらいは6回ぐらい出せるようになってるんでね、それはそれでかなりありがたいですよね。あのパーティーはお金がいっぱいもらえるから結構それはそれでありがたい。あ、出た。あ、ドラゴン3体は召喚で、うわ、これが痛いんですよね。あら、一体だけしか残らなかった。
よしよしよし。そろそろ誰か上がんない？いや、テリオン結構いるな。ティーダか。ティーダ・アーロンぐらいが上がりそうだね。よし。ティーダ・アーロンに期待します。まあ、アーロンもなんか技を覚えてほしいんだけどな。次の。ブリッツ、時空でスローとか全体に無理、全体無理か。え、あフェイスト全体っていう技もできたらよかったんですけど。そしたらアーロンさん後ろを攻撃して、うわ痛いな。1体は落とせると思うんで、フェイスが全体にかけたらいいんですけどね。ティーダもちょっと頑張ってみる、試してみましょうか。ベホイにかけとくか。ちょっとね、今回も収録が結構遅い時間にやってるんで、かなり眠たいです。よし、じゃあちょっと試してみましょうかね。時空、フェイスト、あ、全体無理か。じゃあ、ユーナにフェイストしとこう。じゃあ、召喚の芝使って、まあ、アーロンにフェイストでもいいですよね。まあ、でもここで秘伝でガリを使ってしまったら倒せるんで、アーロンにヘイストをかけて戦闘するっていうのも悪くないですよね、作戦的には。ちょっと次それでやってみます。ティーダがなんだかんだで一番足速いんで、このメンバーではね。で先に攻撃して、じゃあ時空でヘイストをアーロンにかけて、でアーロンがどれぐらい速くなるかですけど、それでも結局遅いは遅いか。そしたら、じゃあ秘伝で我流どうだ。あー、そんな当たんないな。ティーダか。あ、まあ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 いいんじゃないですか。この戦い方をすれば、まあユーナの MP を温存できるっていう感じの戦い方にはなるのかな。まあ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 普通に攻撃した方がいいですけどね。それだったら、ユーナの杖を買ってあげるっていう方のもいいっちゃいいですけど、よし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 。お、アーロン来たよ。流星を覚えた。やった、アーロン。なんかわかんないけど、すごそうなの覚えましたよ、アーロンさん。じゃあ、キアリー使って、お金はいくつ ?1073 か。じゃあ、ちょっとアーロンの流星使って、で、ちょっと、街に戻って、盾買って、戻ってきましょうか。ブリッツで時空でヘイストをアーロンにかけて、で、テリオンがな、全体攻撃覚えてほしいんだよな。水流切りして、アーロンさんがじゃあ流星使います。1体だけか。じゃあこいつだ。なんだそれ。全くいらん。アーロンさん流星。あ、ティーダいいぞ。ナップショット覚えた。なんだ、ナップショット。あー、眠らせるのか。そしたら、ティーダは、リレント使いましょう。そして、ルーラーを使いの、いや、ティーダがメンバーにいると楽でいいな。
はい、じゃあ町に帰って、じゃあまず一旦セーブして、でアイテム変えましょう。薬草をとりあえず10個買って、800ゴールド残しとかなきゃいけないね。毒消しはまあいいかな。テントもこの間買ったばっかりですし、うん、翼系はもういらないんでね。あー、聖水か。聖水ちょっと1個買っていきましょうか。もう1個ぐらい買う？よし、これで敵の出現率を下げつついきましょう。で、ミスリルメイル、ミスリルメイル、あミスリルメイルか。ミスリルヘルムね。シールドティーダ君に1個買ってあげて、ここでいっか。で、装備ティーダで、盾ミスリルシールド72か。アーロンがミスリル、アーロンにもミスリルメイル買ってあげたいけどね。アーロン、まあ HP 高いから。大丈夫でしょ、アーロンは。よし、では、準備が整いましたので、いきますよ。ここカットするかどうか悩みますよね、正直。この準備期間ね。いや、でも相当ね、強いと思うんすよ、ザンデは。まあ、これで、なんとか倒したいですね。あ、強いぞ。防御力が高いと、ダメージがめちゃくちゃ減りますね。これはありがたいな。というかもう、数字がもう見た感じ、数字がもうすごい、ね、HP とかかなり高くなってるんで、これは期待できるんじゃないか。楽勝で倒す絵が期待できますよ。まあまあ、まだ行ってない大陸があるんでね、ザンで倒して終わりっていうわけじゃないと思うんですけど、あ、これでもあれか、お強い。ティーダとジタンが一緒にいたらブーメランブーメランもできるってことですもんね。あ、ユーナ、いいぞユーナ、いいぞユーナ。ユーナ、攻撃魔法覚えてほしいな。そうね、ブーメランブーメランかなり熱いと思いますけどね。時短ティーダー、うん、その場合はユーナを外すことになるんでしょうけどね、ただまあ召喚の方が強いですね、なんだかんだで。あ、聖水手に入れた。じゃ上に着いたら、塔に着いたらちょっと使っちゃいましょうか、聖水ね。はい、じゃあ道具。聖水を使いまーす。どうだ、どれぐらい出現率下がったかな。あ、だいぶ快適に進めるんじゃないですか。いいですね、いいですね。そうは言っても出るもんは出るんで、まあテントがあるんでね、もうがっつり行っちゃいましょう。はい、ガリュー、いいぜ。お金もね、一気に貯まって、聖水意外に長持ちしますね、時間的にね。あ、元に戻ったか。じゃあもう一回聖水を使いまーす。じゃないですか。このフロア行って、ここを上に上がって、もうね、道はねだいぶ覚えたんで。で、左行ってこうでしたよね。で、こう行って、で、こう、あーっと気配が元に戻った。まあ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 、ここまで来ればはい、魔法剣やりたいな。まあ、もう防御で、もう我流でやってもらいましょう。ボーン。ま
テントは使わなくてもいけるでしょう、多分。じゃあセーブして、最後の使っちゃおうかな、聖水ね。でこれで残念とこまで行きましょう。はい、オッケー、着きましたよ。そしたら薬草でティーダ、テリオン、ユーナ、アーロン、全員一応回復させておきましょう。はい、では行きますよ、ザンデさん。あ、クリスタル守ってる。よくここまで来たな。しかしクリスタルの力は完全に私のものとなった。どうやら手遅れだったようだな。この力を使い、私はリフガルドの大地を闇に包み込むのだ。お前たちにもこの力を見せてやろう。パッパッパーしない。あ、しまった。装備を見せびにしてないぞ。しまったな。道具しまったな。まあいっか。26 V ザラーめちゃくちゃ強いじゃないですか。そしたらこう火炎切りで引くのか。火炎切りの火炎、あ、いいじゃないですか。でこれはもうフラグはイフリートでしょ。そして我流は使わなくてもいいっしょ。結構ダメージ当てれてるんで。そうだ、あ、59回フリート、そんな強くない。あ、サンダーは強いな。なんだ、別に関係ないのか。ほら、そしたらどうしような、フリート使う必要あんのかな。はい、しまったな。ジータンが、うわー、痛い。そしたらどうしような、ティーダに回復に回って、役に回ってもらうしかないよね。ティーダはもう、じゃあアモールを、いや薬草でいいでしょ、とりあえず薬草で、いやアモールをじゃあテリオン使おうかな。うん、これで全開でしょ、テリオンが。痛いな。じゃあ召喚のイフリート、そして魔法剣火炎切り、50ですもんね、ダメージね。じゃあ道具、アモール、そしたらアーロン使おうか。ちょっとなんだよそれ。コメット、お、どうだ、強いな。じゃあまたアモールを。うん、100って大きいね、回復量ね。お、これはいいんじゃないか。全員攻撃いけるんじゃないですか。お、やったー。てか魔法攻撃しかしてこなかったね。なんだかんだね。あ、そうか、経験値入んないのか。私を倒しても無駄だ。世界の運命は変えられん。クリスタルの力で世界を闇に変えようとしているものは私だけではないことを覚えておくがよい。私が死のうともいずれ全て闇に包まれるのだ。ファッファッファーグッファー。はい、ということで風のクリスタル、お前たちが選ばれた。私に残った最後の光を、最後の希望を受け取ってくれ。かつて勇者ロトが封じた邪悪の化身が蘇ろうとしているのだ。このままでは世界は消滅してしまう。全てが無に飲み込まれるのだ。邪悪なる者の復活を止めることはできない。4つのクリスタルを集め、その力で再び封じ込めてくれ。お前たちは希望を持つ者として選ばれたのだ。この世界を消してしまってはならない。テリオンたちはクリスタルから光を受け取った。なんと風のクリスタルを手に入れた。え、どうなんのこれ。ジョブ変更できるようになったとか。それはないか、さすがに。ああ、全開してる。まあでもクリスタルがあったらね、あそこをね、ビサイドから多分行けるようになるんでしょうね、きっとね、どっかにね。うん、じゃあこれどう、何の説明もないけど、とりあえず多分行くのビサイドだと思うんで、ルーラでとりあえず
リサイドに行く前にお金は590か。じゃあ買えないんで、一応ルーラでじゃあリサイド行きましょうか。はい、ということで、こちら帰ってまいりました。話すことは変わりってなさそうですね。じゃあセーブして、アモールの水をね、ちょっとねああ、モンスターの気配元に戻ったいいえ、アーロン様、ああ、アーロン様、まあアーロン様、噂は本当でしたのね。そしたら、ああ、アモールの水が売ってない、ここには。次の大陸に行ったら売ってるでしょ、多分まあでも この人に話しかけたら多分連れてってくれるはずなんで、どうでしょう。魔王を倒したんだって。おかげで風がまた吹くようになったぜ。タラでいいから乗ってきな。サウスフィガロまでだけど、どうだい。はい、じゃあ早速出発するぜ。サウスフィガロ、あ、いい音楽ですね。あ、何これ明らかに空からでしか行けないような。おー、やっと一個の大陸終わりましたね。しかもいい音楽すごい。あ、鍵がかかってる。ほら、着いたぜ。サウスフィガロの町だ。サウスフィガロといったらエドガーとかマッシュとかですよね。あー、すごい。なんかドラクエの戦士じゃん。お、冒険者か。やはり目当ては不思議のダンジョンか。いいえ、まさか不思議のダンジョンを知らないのか。冒険者なら一度は行ってみるべきだぞ。なんだこれ。不思議のダンジョンが何回まであるのかは未だに分かっていない。ただ とてつもなく深いことは確かだな。俺は見たんだ、不思議のダンジョンの中で光り輝く宝石を。確か5階だ、5階で見たんだ。あれはクリスタルに違いねえ。あ、そうなんだ。クソ、あの時魔物に襲われて思い出の鈴で帰ったりしなければ。もったいないことしちまったぜ。なるほど、不思議のダンジョン。この町の奥にはとんでもなく奥の深い洞窟がある。そこにあるたびに中の構造が変わることから不思議のダンジョンと呼ばれているんだ。この坂間にも不思議のダンジョンに挑もうというものがよく訪れるよ。不思議のダンジョンね。おっと、魔除けの鈴。こんなところにアイテムが。探してみるもんですね。ここは何もないか。魔除けの鈴があるだけの部屋？まあまあ客室ってことでしょうね、地下の。じゃあこの上とか奥もちょっと、あ、なんだ、誰だあれまあちょっと無視してあー、ここが宿屋って、宿屋か。宿は泊まんなくて大丈夫なんで、一応セーブだけしときましょうか。まあ時間も時間なんでね、ここで一旦セーブして探索等は後にしてもいいんですけど、あ、アモールの水、来た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 。星肉って知ってますか？獣系の魔物が落とすのですが、こいつがまたうまいんですよ。星肉もう星肉になった状態で、なんとアイテムを落としてくれるってこと？もう乾燥させる暇も、乾燥させなくていいってこと？アクセサリーは一人一つずつまでしか身につけられない。どれを選ぶかは難しいところだよな。そうだね。あー、星のペンダント、解毒の魔法を込めたペンダント、魔除けの鈴、魔法が封じられることを防ぐ。あー、これがさっき手に入れたやつか。まあ、毒もまあ欲しいっちゃ欲しいよね。この大陸に行ったらすごい経験値とか上がったり しないかな。敵がね、ゲームバランスが改善されたり しないかな。お、キメラの翼。あ、チョコボ屋かさん、チョコボ屋さん。ここはサウスフィガルの町。まさかのチョコボか、これ。お前さん旅の人かい。だったら歯車の一つでも買ってみないかい。羽車か。羽車とは要するにチョコボの馬車さ。多くの仲間を連れて歩けるぞ。
どうで欲しくなってきただろう。めっちゃ欲しい。よしそれじゃあってあれれこいつはうっかりしてたや。最後の1話はついさっき旅の商人に打ちまったんだった。ははは悪気なかったんだ。勘弁してくんな。それにしても変わった男だったな。不思議のダンジョンへ向かうとか言ってたっけ。不思議のダンジョンに行ったらその男に出会って何仲間をたくさん馬車に入れられるようになるの。北西の砂漠にはフィガロの城がありますよ。ただ行くのは勧められませんけど、馬車でもあるのならとにかく普通はたどり着く前に干からびて力尽きるでしょうね。フィガロの城、この武器防具屋に期待してんだけどな。よっ、この辺は、あ、上に道があるね。魔王ザンデがついに勇者の手で倒されたんですって。そろそろアレフガルドに戻ろうかしら。アレフガルドの人だったなこの人。おっと小さなメダル。あの気になるね。なんかないかな。なんもないね。そしたらこの下側をちょっと見てみます。なんもなしか。じゃあこっち側の上に行って、あ、これは客室だけか。え、へん、いかにも私がこの町で一番の金持ちです。え、聞いてないって。金持ちさん危ないよそんなこと言ったらね。え、金目のものをテリオンさんが持ってきますよでも金目のものが何一つないっていうね。金目のもの置いといてくれよあれ話しかけられない。え、虎の部屋に綺麗なメダルを隠したんだ。ふふ、探してみる隣の部屋にね、まあ、あの金持ちの部屋になんだよそういうことか。え、どこにあんの。でも暖炉か、違うな、この奥。瓶とこ。あららら、押すとか引くとかなさそうですね。ああでも怪しいとこ結構探したんですけどね。でも隣の部屋ってここですよね。まあ隣の部屋か。隣の部屋ね、こっち側に別の部屋があったりはさすがにしないですよね。こっち側に行けちゃう。隠し通路があったりしない。あ、ないか。これは気になりますねちょっとね。この絨毯どこか、絨毯どっかかな。ありえますよね絨毯もね。うわぁもうもうボタン連打しながら歩いても見つからないっていうね。これはちょっと辛いな。まあいっか、行きましょう。まあ小さなメダルがどれぐらいのね、いいアイテムが手に入るかもまだ分かってないんでねでこの上のなんかこの壺が気になるんですけど、ここに行けないのはちょっとあれですね。多分どうにかしたらいけると思うんですけど、回り込んでいくのかな。あ、武器屋期待してるぜ。はい、ミスリリュアシュラ、ミスリマフージ、ブーメラン、変わんないな。手裏剣だって。あー、ということはエッジが出てくるのかな。エッジっぽいですよね。かシャドウかね。あ、まあここもミスリル装備ということで、あれ、あー、そうかアレフガルドではメルキドだけでって言ってましたよね。君も見たかい、地中を走るフィガロ城の勇士を。つっても無駄か、地中じゃ見えないもんな。この前太ったおじさんが不思議のダンジョンへ行くって言ってたけど大丈夫なのかね。どう見てもあまり強そうには見えなかったけれど。トルネコか、まさかのトルネコか。
トルネコか。強いかな、トルネコ。まあ、トルネコの不思議のダンジョンってことですよね、多分ね。トルネコってことは。木星の砂漠にあるフィガロ城は地中の中に潜ることができるそうじゃ。いやはや、どんなからくりになっておるのかの。そうだね。ってことはエドガーとマッシュも出てくるんじゃないかな、まあ、バッツとか出てきてほしいですけどね。あ、なるほど、こう来て、あ、上行けますね。なるほど、じゃあこっち側に回っていって、あ、なに、この奥にも道があるぞわー、フィガロの街は広いですね。あ、500ゴールド、これはテンション上がる。500ゴールドはかなり、このゲームではこの世界の500ゴールドはかなりの価値ですからね。あと、あそこは道具屋か、いい道具売ってないかな。あ、そうだ、アモール欲しかったんですよ。3個買っときましょうか、アモールとりあえずね。あ、万能薬かよし、まあこんなもんですかね。じゃあ一応話はある程度聞いたのかな。あーと、こっち側が左側がまだ行ってないのと、上に行ってないので、そこも行ってたら今回収録終了しましょうかね。これ絶対あるでしょ。あ、ない、何もない。うわ、思わせぶりかやられましたね。ガードで出ちゃうかな、これ。ここはありそうですね。思わせぶりか。内側はないか。じゃあそっちの、やっぱりあれですかね、こっちの上側に行っても普通に出るだけって感じでしょうね、きっとね。というか、もう普通に上に行って出るだけっていうか、道ないですよね、これね。こっち側から抜ける道がね。あ、ただ川が走ってるってだけか。なんだ、わかりました。そしたら今回はこれセーブして終了にしましょう。いやー、結構大変でしたよ、今回ね。よいしょ。この上か？はい、ということで、記録して終了しましょうね。よいしょ。あ、ちょっといいポジションに行けない。はい、ということでですね、今回はですね、ここで収録をですね、ここで冒険をね、一旦終了したいと思います。最後までご視聴していただいてありがとうございます。他にもですね、実況動画やっておりますので、再生リストからまた面白そうなゲームがありましたら、確認してみてください。はい、あとチャンネル登録、グッド評価等もしていただくと、非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。